前回のあらすじ？敵対してくる魚に困っていたデイブ。そこにオタクであり銃器専門家であるダフが登場。デイブは銃器の材料を集め、強い魚を倒し高級品として売ることができる水中ライフルを手にした。そんな時、デイブたちの元をちょい特設よな研究者が訪れ、巨人族文明の調査に協力してほしいと話を持ちかけてくる。コブラはこれをビジネスチャンスだと判断し、巨人族文明の研究に協力することとなった。どうも皆さん、いやーガチでこのゲーム神ゲーでですね、4パート分取りダメしちゃったんすよね。夢中になりすぎだろ。ってことで前回の続きなわけですけど、ちょいと気になることがあったんですよ。え、気になることとは？これ見てくださいマリサさん、スマホに気になるアプリが大量にありません。確かにゲームとか音楽とかこのゲームに関係のないアプリがあるな。ってことで海に潜る前に調査してみたいと思います。じゃあまずはミニゲームってのから。いやなんもねえじゃねえか。せめてマリサ叩きとか欲しかったのに。はい、倒すぞ。はい、じゃあ次は予定ってやつ。あ、ここで今進行してるミッションを確認できるわけか。これはかなり便利なんじゃないか。今後ミッションが増えてきた時に確認できるね。じゃあお次はメール見ていこう。ん？これはセールスメールか？うわ、作り込みすごいなこのゲーム。こんな感じで中身も作られてるし、ゲームに直接影響するわけではないみたいだな。はい、じゃあ次はカレンダー行きましょう。まあ大方想像通りってとこか。普通にカレンダーが表示されるだけみたいだけど、今後何かのイベントで日時が関係してきたりするのかもね。ってことで個人的に一番気になる音楽。え、どういうことだこれは？うっぱメニュー画面の BGM だ。え、じゃあつまりこのゲームの BGM をここで全部聴けちゃうってことか？次の曲も聴いてみようか。お、これは昼間に流れてる BGM だぜ。全部聴くと長くなるから割愛するけど、これはかなりユーモアのあるシステムだね。はい、お次は電卓。まあ普通と何も変わりのない電卓だな。てかこのゲーム計算することあるか？客が料理を残してった回数とか。何持ちすぎだろ。まあとりあえずはこんな感じかな。まだアンロックされてなくて開けないやつもあったし、スマホは引き続き重要になってきそうだぜ。じゃあもういい加減に本編ということで、果てしなき海の世界へご流れるようにやるな。ってことで今回のミッション内容をおさらいすると、巨人族文明の遺物を持ってこいとのことですね。新しいダイビングスーツをゲットしたから深海80メートルまで潜れるようになったんだよな。遺物は70メートルにあったとのことなので、新しい魚も取りつつ向かいましょう。あ、ちょっと待って、これ前回ダフが言ってた武器ボックスじゃない？早速開けてみろ霊夢。お、なんかトリプルアクセルってのをゲットしたな。いや、トリプルアクセルってそれスケートの技じゃん。銃を3連射できるっぽいが、とりあえず使ってみたらどうだ？まだデフォルトの銃も使ったことないんだけどな。とりあえずそこの身のカサゴで試してみようぜ。オラクライナーを試しトリプルアクセル。いや、まさかのワンパン。あんなに苦戦してた身のカサゴがこんなにも雑魚だったとは。すぐ調子飲んだよなこいつ。じゃあこの調子でゴマモンガラもやっちゃおう。さすがにゴマモンガラともなれば一筋縄じゃいかなさそうだが。うわやばい、結構食らっちゃった。でもなんとか倒せたみたいだな。でも森だとかなり時間のかかるゴマモンガラが2発。これはもう革命だね。そんなこと言ってるうちに深海へ突入。まあ深海っていうほど暗くはないみたいだけど、異物探しながらちょっと探索してみようぜ。え、待って、あれびっくりマークついてるよ。これが噂の巨人族文明の遺物か？はい、見つけました、ご依頼の仏。お、デイブ、おそらくそれで間違いないようだな。無事にボートまで帰還してくれ。待っているぞ。いやー、探索も一段落ってとこですかね。ん？いや、待って、これどうなってんの？超巨大タコさんが、出たー。あー、もう私たちは終わりだ。またの動画で会いましょう。バイバイ。いや、終わるな。もう超巨大タコさんも帰ったみたいだし、まだ続けられるぞ。ふ、襲われずに済んだね。まさかあいつが私たちの前に現れるとは。もう絶対こいつラスボスでしょう。あいつと戦うとかなったらもう尻尾巻いて逃げ出すしかないだろ。と、とりあえず魚取って船に戻りましょうか。よし、無事に持ち帰れたようだな。無事じゃなくなりかけましたけどね。保存状態も極めて良好だ。最近どこかに保管してあったかのようだな。おっと、そこでフラグ立てちゃいます博士。ゲーム側がそういう発言するってことは、実は巨人族文明はまだあって、遺物はそこに保管されてあったものってことになるね。あまりめたいこと言うのもあれな気がするが。よし、デイブ、これからも力を合わせて巨人族文明の秘密を暴こうではないか。はい、お手伝いするのは今回キリカと。ガハハハ、お安い御用ですぜ。その代わり、俺たちの店をスポンサー企業の一番目に表示してもらいますぞ。やはりコブラはお金に目がないご様子。となるとベーコン博士とは今後も仲良くしていかなきゃいけないってことだな。ってことで報酬をいただきましたと。いや、300ゴールドは地味に嬉しいくないか。店3回直せるじゃん。そんなに壊れないんだよ、うちの店。デイブ、君が海に出ている間修理工事を終わらせたぞ。お、地味に忘れちゃってた店の復旧。半日で終わるような作業じゃない気がするが。
ああちょっと見にくいけど綺麗になってる。崩壊してた瓶とかもちゃんと整ってるぜ。そうそう、もし内装を変えたかったら下のインテリアメニューを確認してみな。店のカスタマイズもできちゃうんですか。ガチで自由度高すぎるだろこのゲーム。後でいろいろいじってみよう。ふむ、それにしてもだな。ここでベーコン博士の言った通りに魚人族の遺跡が見つかれば、確かに集客効果は見込めると思うが、なんせ偏僻なところだからな。口コミが広がるのを待つより、何か店を宣伝する手段が必要だろう。じゃあコブラさん、あんたも YouTube やってみたらどうですか。解説してやろうぜ。コブラのゲーム実況チャンネル。実現しえないでしょう。そうだ、クックスタという SNS 知ってますか。え、この世界の Twitter みたいなもの。クックって入ってるから料理版のそれってことじゃないか。 SNS といや、若者がこぞって料理の写真を上げたり映えスポットの写真でいいねを稼ぐやつのことか。ほうよく知ってんじゃん番長。番長は案の定 SNS やってないみたいだな。最近はお店の宣伝にもよく使われるみたいです。なぜそのようなくだらないことに夢中になるのか拙者には理解できぬ。人は写真ではなく魂に刻み込むようにもはずなのだ。撤回します、ごめんなさい。罪弱すぎるんだって。ふむ、でもこのお店が誰にも知られず番長さんの料理を味わう人がいなくなるよりはマシでしょ。それはそうだが、始めるだけなら簡単ですから、とりあえずお店のアカウントを開設してみましょう。もしかして自由につぶやけたりしちゃうの。自由になんでもってのはさすがにないと思うが。はい、できました。これからは料理を気に入ったお客さんが番長氏のアカウントをフォローしてくれると思います。ふむ、気は進まないが、ひとまず承知した。僕もスマホにクックスタのアプリを入れてフォロワーたちの投稿を確認してみますね。じゃあつぶやけるわけじゃなくて私たちは見る線ってこと。つまりアンチがいるかもってことか。まあその可能性もあるね。これを見る限りフォロワーが増えるとランクが上がっていって料理とかがレベルアップしてくらしいぜ。より良いサービスを提供していって好感度を上げろってことだ。ってことで早速見ていこう。お、これはコブラのつぶやきだな。番長さん1ミリも笑ってないですけど。それではお次のつぶやき。これは番長のつぶやきか。いや写真ピンと合ってないし。それとなんだこのハッシュタグ。いろいろとコブラのうぶさが垣間見えてるね。一応いいねしておきましょうか。いいねつけると何か変わったりするのか。いいねに関しては何も言われなかったからよくわからないんだよね。まあしといて損するもんじゃないぜ。じゃあちょっとさっき言ってたインテリアってのを見てみよう。あ、下の項目からいろいろ選べるってわけか。まあここは動画内で凝ってもしょうがないので裏でいろいろいじくってみますね。ってことで一通り用が済んだので海に戻ります。さっきは異物回収で新しい魚があまり取れなかったから、今回は魚メインでいきたいな。ガイオとかにも注意しながら行かないとね。それでは果てしなき海の世界へゴー。いや私の奪わないで。なんか始まったんだけど。入った途端ムービーなんてのは初めてじゃないか。なんかイルカさんが近づいてきましたけども。な、何をするつもりだ。害を及ぼすってわけじゃないのかな。まあイルカなんだから友好的だとは思うが。あ、イルカだ。いや反応遅いなデイブ。ふむ、ついてこいと言ってるのかな。ちょっと行ってみようか。ここで午後のミッションが介入してきたな。このイルカに付き合ってると魚取れないんだよね。無視するか。現実は非常である。まあいやいやついて行ってあげてるわけだけど。おいおいだいぶ離されちゃってるぞ。いや案内するつもりなら私たちのスピードに合わせてよ。ってことで目的地に到着いたしましたと。いやピンクのイルカが捕まえられてるぞ。あ、つまりこのイルカさんは友達を助けて欲しくて私たちを呼び止めたんだ。現実でもそういうことするのかなイルカって。とりあえず網を切ってあげましょう。はいはい、ちょっと待っててくださいねイルカさん。お、無事脱出できたみたいだな。いやこのゲームってこういう要素もあるんだね。はい、ミラクルイルカトルネードいただきました。まあこれで一件落着ってことで。おいおい、ただで助けてくれってわけじゃねえよな。見返りをこっちから求めるな。あ、いやでもなんか落としてったみたいだぞ。でもイルカがくれるものって言ったらなんだろう。あ、何かプレゼントを置いていったのかな。それはそうと、イルカもカップルだとは。ああ許しがたい存在ですねあのイルカたちも。まあそんなことはどうでもいいから早くプレゼントをもらっちゃおうぜ。おっとまさかの真珠。高値で売れそうだって書いてあったが、このゲームに売るなんて要素あったか。この後船に戻ったら何か変わるみたいなことなのかな。ちゃちゃっと魚を取って船に戻らないとわかんないな。ってことで探索開始。そういえばあの硬すぎるで有名な冠ブダイもトリプルアクセルを持ってすれば1コロなんじゃないの。あいつ森だと軽く30秒くらいかかる時あるもんな。さあ2発目ぶち込みます。さすがに1発や2発じゃ倒せないみたいだぜ。こちとら弾はあるもんでね。3発目いけー。うっぱ冠ブダイが3発で倒せちまったよ。もうマジでこれでまだ弱武器ってんだから驚いちゃうよね。ていうか冠ブダイって1匹あたりの種を作れる量が多いから探索の時間がない時でもこいつさえ取っとけ安心なんだよな。いやーガチでランク3の価値はあるってもんよ。そんなこんなで深海に来たわけですが、なんか強そうな魚見つけたんですよね。敵対してくるわけではないっぽいが、これは結構高ランクな魚なんじゃない。試しに撃ってみろ霊夢。まあさすがに1発じゃ倒せないよね。もうちょっと粘ってみます。もう結構な時間が経って残り酸素もやばいぜ。くっそ何発目かわからないけど暗い。
おおやっと倒せたみたいだな。ダスキーグルーパーって魚なんだね。名前からしてめちゃくちゃ強そうじゃねえか。トリマ酸素がやばいので回復します。っていうか持ち物重すぎじゃないか。でも私そんなに魚取ってないよ。多分ダスキーグルーパーがめっちゃ重かったんだぜ。いや痛い波のカサゴ、持ち物いっぱいだと動き遅くなるからめちゃくちゃ外遊からダメージ食らっちゃうんだよね。今の装備じゃ9キロしか持てないからな。そんな時はどっかで拾ったスクーター、これを使えば超スピードで浮上することができちゃうという代物ですよ。大一気に身のカサゴを突き放したな。このまま船までひとっ飛びだ。ってことでなんとか船上に帰還いたしました。あれなんかトリプルアクセルが 100% って出たぞ。多分設計図が集まったからこれで永遠に使えるトリプルアクセルを作れるってことだ。トリプルアクセルを作れるってなんかゴロいな。は？